はい、皆さんでは授業を始めますよ。席についてください。静かにしてくださいね。携帯をしまってください。ハンバーガーは食べない。皆さんちょっと緊張感が足りないんじゃないですか。今日は何の日でしょう。そう、テストの日です。はい、皆さんこんにちは、一ノ瀬です。今日は演習の日ですね。レッスン1からレッスン5まで今まで学んだフレーズを使って書き換えができるかどうかっていうのを確かめる回です。やっぱりね、せっかくインプットをしてきたので、それをアウトプットできるかどうかっていうのを確かめるのはすごく大切なんですね。ちなみにまだレッスン1からレッスン5まで見てないっていう方は、まずそちらの方を見た方が、より意味があるんじゃないかなと思います。で、今回の動画の流れなんですけど、まずあるお題に対して自分が用意した和文を見てもらいます。で、それを英訳してみてください。で、英訳した後にさらにその英文を書き換えるっていう訓練をしていきます。じゃあ早速お題なんですけど、都合上これにしました。 Write about what you plan to do for your next holiday. 次の休日に何をする予定か書きなさい。で、一応語数は100ワードぐらいに設定しています。じゃあ早速ですが始めますよ。はい、ということで今回はこの隅っこから解説していこうと思います。じゃあ早速1文目なんですが、2011年に東日本は大きな地震に襲われた。はい、ね、いきなり何事だって感じですけど、まずはちょっと背景的な説明をしている感じですね。だからこれをまず自分で英訳してみてください。で、5秒後ぐらいにヒントを出しますので、まず自力でやってみたいなっていう方は、ちょっとここで一時停止をして考えてみてくださいね。はい、いいですかね。じゃあヒントなんですが、襲われたっていう表現が難しいと思うんですね。だから襲うっていうのはどうやって言うかというと、ストライクなどあるんですけど、今回はヒットを使いましょう。直撃するっていう、そういう感じですね。はい、ではさらに5秒後ぐらいに答えが出ますよ。いいですかね。こんな感じです。 In 2011, East Japan was hit by a big earthquake. さて、ここからメインイベントなんですが、この big っていう単語ですね、これを書き換えてみましょう。 big っていうのはレッスン3に出てきました。どういう言い換えが一番いいでしょうね。今回の場合は、今までにないぐらい大きな地震に襲われたという表現にしてもいいですよね。ということで、前例のない規模の、あの表現覚えてますかね。はい、そうです。 of an unprecedented scale でしたね。はい、じゃあ新しい文章を改めて読んでみます。In 2011, East Japan was hit by an earthquake of an unprecedented scale. もうかなり文章レベルが上がりましたね。こんな調子でどんどんいきますよ。さあ、じゃあ2文目です。被害があまりにも大きかったので、専門家は被災地が完全に復興するのは難しいと言った。じゃあちょっと難しめの表現がいくつかありますけど、まず自力で英訳してみてください。はい、いいですか？ではヒントいきますよ。被災地ですが、影響を受けた地域みたいな表現で表せるので The affected area に今回はしました。あと復興するというのは Make a recovery にします。さあ、答えまであと5秒ぐらいですね。はい、よろしいですか。いきます。 Since the damage done was so greatExperts said it would be difficult for the affected area to make a full recovery. さあ、じゃあ書き換えてみましょう。レッスン2で出てきたこの difficult っていう単語を変えたいですね。さあ、今回の場合はその完全に復興するのが不可能に近いって言っても間違いではないですよね。なので、あれ覚えてますかね。不可能なことでさえやり遂げてしまうギリシャ神話の英雄です。そうです。Hercules って言いましたね。で、表現はBe a Herculean task っていうのがありました。さあ、じゃあ書き換えた文章を改めて読んでみましょう。 Since the damage done was so great, experts said it would be a Herculean task for the affected region to make a full recovery. はい、いい感じになってきてますよ。さあ、3文目いきましょう。確かに今でも東北地方はたくさんの障害を乗り越えるのに苦労している。では英訳をお願いします。で、まずヒントですね。障害を乗り越える、これ実は一度例文に使ったことがありました。 Overcome obstacles でしたね。
さあ、じゃあ間もなく答えを発表しますよ。では、いきます。Indeed, even now, the Tohoku region is struggling to overcome many obstacles. さあ、出ました。Many っていう単語ですね。これはレッスン4でやりました。で、今回の場合、ちょうどいい言い換えがありますね。覚えてますか？あんまり好ましくないものがたくさんあるとき。そう。A plethora of でしたね。では、書き換えた文章を読みます。Indeed, even now, the Tohoku region is struggling to overcome a plethora of obstacles. はい、いいですね。さあ、4文目いきましょう。このため、私は冬休み中に地震に襲われた県を訪れて、ボランティアの仕事をすることを決めた。はい、では英訳をどうぞ。はい、じゃあまずヒントは、地震に襲われた県っていうのがちょっと難しいと思うので教えますね。Earthquake struck prefectures.って言えます。はい、じゃあそろそろ答えいきますよ。いいですかね。 This is why I decided to visit the earthquake-struck prefectures during the winter holidays to do some volunteer work. はい、ということで、このレッスン5でやった decide ですが、どの言い換えがベストですかね。まあ、今回の場合はあれやこれやいろいろ考えて、でもあ、やっぱりやりたい、やった方がいい、よしって決断をするときに使えるあの表現ですね。ジャンクフードも食べないことにしたのあれです。そう、 Make up one's mind でしたね。じゃあ新しく生まれ変わった文章を見てみましょう。 This is why I made up my mind to visit the earthquake struck prefectures during the winter holidays to do some volunteer work. はい、いいですね。さあ、いよいよ最後です。自分にできることはあまりないと分かっているけれども、少なくとも誰かを喜ばせるお手伝いができればいいと思っている。はい、じゃあまずは自分で英訳してみてくださいね。で、ヒントなんですけど、じゃあこの少なくともっていう表現ですかね、これは at least にしてください。何々といいと思っているは I hope を今回使いました。はい、じゃあ答えいきますよ。これです。 I know there is not much I can do, but I hope that I can at least help make someone happy. はい、レッスン1のハッピーが出てきました。さあ、なんか心から ありがたいなってしみじみにこう喜びを感じるときってどういう表現使うか覚えてますか？そう、これは Put a smile on one's face でしたね。まあ Make someone happy の書き換えなんですけど、じゃあ改めて新しい文章を見てみましょう。I know there is not much I can do, but I hope that I can at least help put a smile on someone's face. という感じです。さあ、じゃあ今からこの画面全部を使って before after をお見せしますね。はい、じゃあこちらが before です。そしてこちらが after。はい、皆さんいかがでしたか？まあ、特にアフターの方を見るとなんかものすごくレベルの高い英文に見えますよね。まあ、これからもコツコツと表現を一個ずつ覚えていけば、もう必ず表現力は上がっていきますので、引き続き頑張っていきましょうね。まあ、ところでちょっと英作文が難しかったなって思った方もいるかもしれませんけど、でも今回はあくまでその書き換えがメインなので、書き換えさえちゃんとできてれば OK ですよ。はい、ということでこんな感じでね、今後も演習を定期的にしていこうと思うんですけど、もしね、もうちょっとこういうことやりたかったなとか、これやらなくてよかったんじゃないっていうようなご意見があったら、まあ、コメント欄の方に書いてください。皆さんと一緒にね、このチャンネルを育てていきたいので、ぜひご意見よろしくお願いします。はい、それでは皆さん、次回のレッスンは通常の単語に言い換えのレッスンになりますので、お楽しみにしてください。それでは、I'll see you in the next lesson. はい、皆さん、こんにちは、一ノ瀬。はい、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 皆さん、席に座ってピントがっていないよ。はい、皆さん、おはようございます。